ノコヘリマルガメは、ハチューコウカメもクイシュガメかマルガメ属に分類されるカメ。マルガメ属の模式種。インドネシア、シンガポール、タイ南ン西部、フィリピン、ブルネー、マレーシア模式標本の産地は、ジャワ島。最大高長21センチメートルと、マルガメ属最小種。背甲は扁平で、上から見ると楕円型や卵型。C カンパンにはキールが入るが、 生体では、不明瞭な個体もいる。後部縁甲板はややのこぎり状に尖るが、生体では、不明瞭な個体もいる。種照明伝たたは、葉のあるのいで、後部縁甲板の突起に由来しは妙と同義。廃校の色彩は、暗褐色や暗褐色、黒で、一部に不明瞭な暗色の反転や、筋模様が入る個体もいる。廃校と復興の継ぎ目には黒い筋模様が入らない。 左右の股寒パンの継ぎ目の長さは、左右の交換パンの継ぎ目の長さよりも短い。左右の交換パンの間には浅い切れ込みが入り、切れ込みの角度は鋭角。復興の色彩は、高褐色や泡褐色一色か、細い放射状の暗色斑が入る。頭頂部の色彩は、暗石褐色や肺褐色で、不規則な小型の暗色斑が入る個体もいる。側頭部から頸部にかけて、 褐色や赤褐色、高褐色のやや細い筋模様が入る。喉の色彩は肺褐色で高褐色の筋模様や虫食い状の反紋が入る。卵は長径5.5から5.7センチメートル、短径3から3.5センチメートル。容体は肺孔が上から見ると円形で、キールや円管板の挙手が明瞭。 明瞭な円漢板の挙手も含めて上から見た容体の配光が木の歯型に見えることが英名の由来。各 DNA やミトコンドリア DNA の延期配列からの分子系統学的解析では西木原丸亀や東木原丸亀、南黒原丸亀と単系統群を形成すると推定され、中でも同所的に分布する南黒原丸亀に最も近縁だと考えられている。 南黒原丸亀とは、自然下でも交雑していると考えられている。フィリピンやボルネオ島の個体群を、シーオバタとして、独立種とする説もあったが、分子系統学的解析では、本種と DNA が一致することからシノニムとされる。主に標高1000メートル以下にある森林内を流れる、水深の浅い河川や地層、水田、その周辺などに生息する。半水性ないしハンディ 白名白母子や夜間に活動することもある。植生は雑食と考えられている。繁殖経緯は乱生。オスはメスの周囲を追いかけて交尾を迫る。1回に2から4個の卵を年に4から5回に分けて産む。メスは生後7から10年で生成熟する。生息地や中華人民共和国では食用とされることもある。開発による生息地の破壊。 食用の乱獲などにより生息数は減少している。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。流通量はやや多く、主に野生個体が流通する。安価で流通することや、野生個体が主に流通するため輸送の状態や扱いが悪く、状態を崩したまま流通する個体も多かった。以前はリーフタートルとして本種と 大山亀の幼体が区別されずに販売されることもあり、丸亀族全体の分類が混乱していることから、本種の名前で同族多種が流通していると考えられている。アクアリウム、アクアテラリウム、生態は大型の水場を設けたテラリウムなどで飼育される。やや低温に弱いためケージ内は保温する。飼育下では人工飼料や乾燥飼料にもえずく。 協調性はよく複数飼育でも問題が起こりづらい。ものの、発情したオスは、どうした種問わずに噛みつき交尾を迫るため場合によっては、隔離する。ありがとうございます。